サザンカを描きます。まずここに、サザンカの真ん中のところからデッサンしていきましょう。サザンカのお花を今、デッサンしています。サザンカの葉っぱを今度は描いてみましょう。こちらはサザンカの葉っぱが、たくさんありますので、サザンカの葉っぱを描いていきます。サザンカのデッサンができましたので、彩色に入ります。このサザンカは白に少し、ピンクが入っていますので、まず白を塗ってみましょう。ここにピンクになった、ピンクの色をのせていきます。縁がほとんどピンクの可愛い色をしていますので、縁はピンクを塗っていきましょう。サザンカの中のおしべめしべを黄色い感じで彩色します。サザンカの葉っぱをグリーンの色で彩色していきましょう。こちらもサザンカの葉っぱをグリーンの色で彩色していきます。葉っぱの彩色ができましたので、今度は茶色で枝のところを描いていきます。これでサザンカの絵が仕上がりました。